汚い感情なんてもういらない、嫌な思いなんて人は誰も、幸せとか求めすぎてこんな汚い、それぞれと行く接して価値観快感分かち合って、都合悪くなれば今度は人は皆どうのこうのって言うんだ、それじゃちゃんと教科書でも作りちゃんと定義してよ、人のあるべき生き方とか記憶正しい男女関係、そうさと暮らさぬしんって言葉吐いては分かり合えたふりしてるだけで、本当は満たされることはと勘違いして何も分かっちゃいないな、ダメだったんだ人類は、それはとにとに手遅れで、どうなったって本能は都合よく波長を合わせていく、汚れちゃった感情に心はもう石のようで、求め愛の惨状にも汚い、触らないで、悲しい話さっきからも語りっぱなし、どういうつもり、茶化し冷やかし、飽きたらもう笑い話なんておかしい、形ばかり気にしすぎてまさに仇見てるみたい、かなりヤバい頭ん中もタラリタラリドゥパッパラパ、そうさ僕らいつもよく毒されては、手に入れてはすぐに飽きて放り出してさ、そしてまた次のおもちゃを見つけ言うんだ、君しかいないんだ、やっぱそんなもんじゃんか、所詮人間なんて利己主義で、僕らだってそうなんだ、汚い色に染まってくんだ、冷め切ったみたいなんだ、偽善なんてもう見たくないし、だからいっそ泣いたってほらもう近づかないでよ、知らないじゃあね、バイバイ。